スイッチ。うーわー、あー見た、見てないですよ。見てろ。企画はぶっ壊しちゃうんだ。せーの、ほや。の、バッタ系、虫系。せーの、シャコザリガニ。エビ、シャコ、ザリガニ、エビ、エビ、ザリガニ、カニ、ヒデザリガニ。虫はダメだよ。虫はダメだよ。うん、動物と一緒になっちゃう。それ名言だね。よしいいよ、誰から。ちょっと噛むかもしれないから気をつけて、これ一応言っとくけど。逃げる？うっ、それ。はい、終わり。どうでしたか？え？わかりましたか？わかりました。おお。分かった。予想は予想。え、だってなんかスナップってたよ。ってことは？なぜかその一言残していくみたいな感じ。生きてるやつ。え、逃げるから？塞いでんの？いや、スタート。15秒経過。何かが分かんない。あはい、終わり。何でもやどうしたんですか。こうなった。おお、分かりました。何だろう。端っこ。わかんない。OK。何だと思いますか？全然わかんないです。ですよね。いっちゃん、すげえよ。角で、角のチャンス。めっちゃ面白い。角持ってない。過去一顔曇ってません。結構わからない、こんなに触ってるのに。はい、終わり。どうでしたか？全然わかんないです。予想は予想。今なんか言って、予想してるやつ。予想雲。どうぞ。当たってんでしょ、その反応。次で第6巻からね。そうですね。第7巻からです。お前だし、お前でしょ。
じゃあヒデもっとそっちそっちそっちずっとそっち側こうやってすくってきてこっち側、うん、おお10秒あー分かった。え、なんかこれも難しくないっすか。難しい。無理っすわ。社長すいません、テスト低いですね。いやこんなの無理っすわ。だって俺正直これはなんか理不尽っすわ。分かんないっすもん。だってうねうね系で答えていいのか何が。あ、やばい。いや言っちゃった。何も言っちゃったよ。なんかかな、なんかこれ名前分かんないっすもん。難しい、ね、これはなんか難しいっすわ。まだ、うん、だから言ってみてよ。ペーパーかもしれないんだ。正解発表タイム。もうスイッチの方向。いや俺一回ゆとりに行こうとしてとかやらしい。当たり前じゃないですか。今日で終わっちゃうんだよ。当たり前じゃないですか。口を吹き出す。せーので、せーの、ミミズ。ミミズ、ミミズ、ミミズ、イモムシ系、ミルアム。だってミルアムとかそれ青い染めとか。ミルアムって知らないもんだって。言ったかもしれない。だから俺青い染め。何言ってた？イモムシ系。ミミズ、それも。イモムシ、俺イモムシ系かなって思ったの。ああ、それはある。ちょっと。全然握りしめだぞ。これ分かんないっすよ。ってなるんだよね、指に。俺青い染めのかも。名前が分かんないけど、俺も分かんない。芋虫だったらちょっとワンチャン。これムカデとかじゃないですか。なんかでもこういうやつじゃないかなって思った。ああ、ムカデとかだったら近かったもんね。これは割といける。コオロギダメだけど、これはいけない。うわぁ、何結構でも元気か。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。うわぁ、うわぁ、いや、入んなかった。いや、でもちょっと来るかなって思ってたけど。帰るね。飛んできた。めっちゃ近かったんだもん。だって寝てって顔に何かがおるって。それやばい。うわっ、びっくりした。俺のくらいやばい。初めて聞いた。いや、こういうか。あー、ビビった。赤い見せちゃった。そういうの絶対気をつけろよ。いや、やめてください。一番辛いっすよ。よし、次行こう。はい、あ、さあ、だって生き物ばっかじゃん、ここは。じゃあ、俺最終的に社長、サソリとか、カナンチュラ買ってきても盛り上がらないよ。みんなにもできないから。え、だって、毒抜きってできるじゃん。毒抜いてるから。みんなにちょっと、なんか、でっかい雲とか、あったから。いや、カエルとかになっちゃう。今度、ヒデ投げ企画やるから。いや、無理っすよ。無理っすわ。それは無理っすわ。で、5問ぐらい、5ぐらい準備して全部正解したらスイッチ。いや、どんだけスイッチ俺に持たせるっすか。俺今日でスイッチ取って帰るのにいられっすよ。でも今外れてたじゃん。だってもう2つ競技入ったから。あ、競技1つはダメ。さっき何つったの。ミミズ。いや外れた。3問1、3問1持ち帰られますよ。店長全問正解ですもんね。いや、それ知らないのはやっぱずるいそこそこ。社長にだって始まる前提の前に言ってたから、ちゃんと。店長すごい。だって細かいところまで正解してるもん。いや、それ知識の差じゃん。じゃあ大学生と幼稚園が知識の差があるからってそれなるんですか。でもヒデ農業高校でしょ。なあ、わかんないですよ。だ、農業高校。肉食系のほら。なんミルアムってあのあれだ。ミルアムとかそれ青い染めとか。ミルアムって知らないもんだって。さっき言ったじゃん俺。俺青い染め。何言ってんだ。芋虫系。魚のやつ。アロアナ。シーラカン。シーラカン。あー、もう何かやる。
ナイスはもうまだ。なんか水の音したよ。あ、ヒデ何してんの？ダンス。何のダンス？もう飽きたから。それ何ダンス？ヒデそれ何ダンス？え、もうちょいちゃんとやって。よし。あ。いいよ。何だと思いますか？これいきなりするのが店長の飼ってるチャンネルとかだったっけ？魚。魚？うん。ああ、ちなみに何系？金魚。ああ。え？ちょっわかんないこれ。濡れてんじゃん。わかりますか？わかんない。なんだろう。なんだと思いますか？なんか水に入ってる生き物。うん、あでも水に入れといて違うかもしれない。ポンって聞こえた。ね。うんうん。そう思う。なんかやりそうじゃない？怖い。よーいスタート。え？すげえ触ってる。なんで触れんのそんなに。何がわかんねえ。どういうことっすか。わかりました。なんか全部持ってやった。想像つきましたか。うん、分かった。多分大丈夫。店長想像ついてるんですか。うん、おでもそれをピンで言うのがあってんだよ。あ、そうだね。分かった。早っ。あゆりちゃんポーズしてください。分かったポーズ。何分かった。近い近い。最高音してんじゃん。いや、マジっすか。ポイントポイントちゃん全然分からない。あれ終わり。あと1問どうでした。どうでした。いや、2問分かんないです。なんか想像はつきます。みんな何だと思う。え、ナマコ。あー、え、なるほどね。そう、テンションすな。もうやる気ないで。もう手入れてる時点で音を切る。あ、ジュリア。ちょっとちょっとちょっとやめて。え、そんなにすんの。マジですか。え、なんだこれ。はい、終わり。え、手でちょっとちょっとちょっと、そう、やめね、これ想像ついた。どう、想像ついた。分かった。あー、分かった分かった。あれ分かった。あ、見てない。まだ見てない。かちょっとおかしい。変な感触する。な、想像ついた。全然つかない。自分の匂いじゃない。それセクハラね。自分の匂いかかってる。本当に触ってないよね。大丈夫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 。触ってなかった。じゃあ答えいきますよ。せーので答えて。みんなでせーの。みんなでせーの。ピンの方がいいよ。え、これなんすか。ピンなんですかこれ。いや、わかんねえよ。思ったより。いきますよ。じゃあせーの。わかめ。わかめなんだ。え、だもうちょっと一人で。俺は昆布。わかめ。え、俺もわかめ。わかめ。そっか。魚のなんかあれかなって思った。お、特殊だな。ありがとうございました。わかめ。あー、あ、俺ちぎったっす。ちぎったっす。ちぎったっす。これかけるっすね。誰来るの。はい、次準備するんで。え、今店長以外わかめ。うん。おお。じゃあ俺はもうスイッチチャンスだけど。スイッチチャンスないじゃん。みんなないよ。今当たってる人誰もいない。俺です。ちょっとだってミミズ。いや、あれワームは出てこないです。あれワーム。バッタとミミズ。いや、バッタもあれ当たりっすよ。